通勤通学中の皆様おはようございます。プクタの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、我らが親善大使レイチェル・ゼグラーさんの話題になります。なんとですね、当チャンネルの親善大使ことレイチェル・ゼグラーさん、また炎上してしまいました。まあいつものことなんですけどね、このままね静かに行くのかなと思ったらやっぱりダメでした。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあそれでは本題です。こちらね、懐かしい写真見えておりますね。先日ですね、 D23 エキスポにてディズニー実写版白雪姫のティザームービー公開されましたね。このですね、まあ再生数が大変なことになっているということで、素晴らしい成績を収めていると、まあこのようにねプロモーションしているメディアもあるんですが、その一方ですね、あの主演レイチェル・ゼグラーさんがまた炎上してしまいました。これ発言が発言だけにですね、まあ非常にね根が深いものとなっておりまして、もう多くのメディアがねこれを取り扱っております。さすがね人気者ですね。で現在ですね、この実写版白雪姫、もう一部内容がですねすでにリークされておりまして、まあねまたいろいろ言われてますよ。結構ね公開されたらされたでまたね物議を醸しそうですね。そしてこの白雪姫なんですが、こちら見てください。白雪姫の実写版予告編は公開後24時間で1億2000万回以上の視聴回数を獲得。これはライオンキング以来ディズニーの実写映画で最も視聴された予告編である。ということでこちらね、実写版白雪姫の予告編、先ほどの数字はですねこちらのね YouTube の視聴回数だけではなくって、さまざまなメディアで公開されている予告編すべてのね合算だということだと思います。もうたったの1日でですね、トータル1億2000万回以上再生されたと。これがですね、あの超実写版のライオンキング以来の記録ということで、まあ、先ほどのメディアもねポジティブに報じていたわけですね。なんですが実態はですね、こちら YouTube 見てみますと、現在ですね7日経過しておりまして685万回、すごいですね。そしてね、まあ、いつもの見ちゃいましょうかね、高評価7万件そしてですね低評価見てください。もうね育ちに育ちまくりました。83万件ついていると。ということでここだけ見るとね大惨事になっていると。こちらでは1億2000万回ね、かなりポジティブに報じておりますが、実態はネガティブな反応だというわけですね。そしてですね、これを受けましてこちらね、我らが親善大使レイチェル・ゼグラーさん、 She, her, hers、 しっかりねプロナンスも使っております。このような発言をするんですね。みんな大好き、愛してくれてありがとう、そしてたった24時間で予告編が1億2000万回も再生されたことに感謝します。 What a well end。ということで早速ですがこちらですね、 Whirlwind とあります。こちらが本日のキーワードになります。 Whirlwind、 陸地や海の表面を横切って移動する高く回転する空気の柱。ということでこちらね、 Whirlwind というのは旋風とかね、つむじ風という意味になります。なんですがこちらね別のニュアンスも持っておりまして、それがねこちらになりますね。旋風のような出来事は非常に早く、そしてしばしば予期せず起こる。ということでこちらね、ウェオウェンというのは、まあ、つむじ風とかね旋風という意味があるんですが、一方でですね慌ただしいとか目まぐるしい、まあ、こういった意味があるんですよね。つまりこちらの場合はどうなるかと言いますと、みんな大好き、愛してくれてありがとう、そしてたった24時間で予告編が1億2000万回も再生されたことに感謝します、なんて目まぐるしい。ロミオとジュリエットのリハーサルの真っ最中なので、まあそういえばやるって言ってましたね。もうすっかり忘れておりましたが、ロミオとジュリエットのリハーサルの真っ最中なのでそろそろ出かけます、ではまた。ということでなんと皆さん、炎上する要素がありません。やりました、親善大使踏ん張りましたよね。余計なこと言わずにロミオとジュリエットのリハーサル行ってくれました。これ間違いないですよね。これね、もう行くねって言ってますから、じゃあまたねってやりました。炎上せずに済みましたよ。こちらね午前8時53分です。そしてなんと1分後8時54分、パレスチナを解放することを忘れないでください。はぁ、もうね政治的な発言をせずにロミオとジュリエットのリハーサル行ってくれたと思ったのに、この1分しか我慢することができませんでした。このレイチェル・ゼグラーさん、最後の最後にですねパレスチナを解放せよと言ってしまったんですね。白雪姫の新スターレイチェル・ゼグラー、パレスチナを解放せよという投稿でさらなる論争を巻き起こす。ディズニー素晴らしい選択。ディズニーの実写版白雪姫リブート版の主演レイチェル・ゼグラーは月曜日、反イスラエルの投稿でソーシャルメディア上で激しい非難を浴びた。率直なリベラルな政治的意見やオリジナルの白雪姫の伝統的なテーマに対する批判で、すでに観客を二分しているこの女優は、もうね分断の象徴になってますからね。最新の白雪姫の予告編を見てくれたファンに感謝する投稿の最後に、パレスチナを解放せよというメッセージを添えて論争に火をつけた。ねえ、もうあのままリハーサル行ってくれればよかったんですけどね。ディズニーは週末、新作白雪姫の公式ティザー予告編を初公開。
予告編ではゼグラー演じる主人公や CGI の7人の小人、そしてここがポイントです、イスラエル人女優ガルガドット演じる女王の新たな姿が披露された。つまりですね、このレイチェル・ゼグラーさんのパレスチナを解放せよという発言は共演者のガルガドットに喧嘩を売る発言になってしまうわけですね。つまりここです、この元々のポストでは白雪姫のティザー予告編の再生回数をお祝いするものだったんですね。なんですがここですね、1分後です、黙ってればいいのにですね、パレスチナを解放せよと言ってここで共演している相手に喧嘩を売るような発言をしてしまっているということです。ですので少なくともですね、ここで言うタイミングではないんですね、まあ、ディズニーにしてみたらたまったもんじゃないということです。プロモーションになってないわけですよ。ゼグラーのパレスチナを解放せよという投稿は共演者のガドットを攻撃していると非難する人を含め X 上で激しい反応を巻き起こした。ガドットは10月7日に国内で約1500人が死亡したハマスによる虐受けて母国を怒りと批判から擁護した。昨年同女優は10月7日のイスラエルへの攻撃中にハマスが犯した行為を収めた47分のビデオをハリウッドで上映する活動の先頭に立っていた。この上映は暴力的な抗議を引き起こしパレスチナ人に対して無神経だと批判された。ゼグラー氏のパレスチナ支援の投稿は反イスラエル活動家らがガドットの行動を理由に同映画のボイコットを呼びかける中で行われた。つまりこのガルガドットを理由にこの映画をボイコットしている人たちに結果的にはですよ、レイチェル・ゼグラーが同調してしまったという形になるんですね。だからいかにこの組み合わせがやばかったかというのがわかるでしょ。ニューズウィークのオピニオン寄稿者ジョエル・ペルキンはゼグラーの投稿はガドットへの批判だと主張、レイチェル・ゼグラーは自分よりはるかに有名で美しい白雪姫の共演者ガルガドットをいじっている、ディズニーは自分のブランドを代表するのに間違った俳優を雇い続けている、映画を宣伝する代わりに自分たちとスタジオに恥をかかせることを選んだと書いた。タブレットマガジンの編集者アイザック・デ・カストロは彼女はガルガドットと共演する代わりにこの役を断ることもできたはずだ、また彼女にブレイクのきっかけを与えてくれたスピルバーグと仕事をすることもできなかったはずだ。スピルバーグもね、先日声明を出しまして、これだと逆の立場になってしまいますからね。その代わりに彼女は自分のキャリアにとって不都合な時には自分の主義主張すら貫けないという事実を濁すために共演者に向けた些細な抽象をツイートするのだ、まあ、つまりスピルバーグやガルガドットと仕事をする前にそれを言えよと、まあ、そのようなことを言ってるわけですね。新イスラエル派のジャーナリストイブ・バーローは自分よりはるかに優れた共演者に対して下品なことをするほど品位の低いことはないと投稿。ユダヤ人作家で評論家ウリ・クルリアンチク氏はディズニーは白雪姫で興味深いマーケティング戦略をとっている、イスラエル人のガルガドットを出演させイスラエル嫌いの人々がボイコットするように仕向け、イスラエル嫌いのレイチェル・ゼグラーを共演させ新イスラエル派が見たがらないように仕向けている、これ以上中立的な視聴者も遠ざける方法があるだろうか、もう全方位に喧嘩を売っていると。イスラエルニュースの記者エミリー・シュレーダーはあなたはなんと強硫で無知な人なんでしょうと書いた。また保守派のコメンテーターイアン・ハワースはゼグラーをキャスティングした新作白雪姫の制作スタジオを激しく非難し、ディズニー素晴らしい選択だと述べた。ということでね、今回の発言で割とね、著名なジャーナリストそして言論人からね、もうボッコボコに袋叩きにされてしまっていると、まあそういったわけなんですね。そしてこちらね、イスラエル派読むと言いますが、これねイスラエルの日刊紙です。ゼグラーがパレスチナへの明確な支持を表明したのは初めてのことではない。現在の戦争が始まる前からゼグラーは暴力の終結とパレスチナの人権支持を求めるツイートやインスタグラムストーリーを数多く投稿していた。2021年5月、彼女はパレスチナはいつまでも自由だとツイート。2022年11月、彼女はインスタグラムのストーリーにパレスチナを解放せよというキャプションをつけた写真を投稿し、フォロワーにパレスチナ人の人権を認識し変化のために行動するよう促した。つまり以前からね、同じことを言っているということですね。2023年10月、ゼグラーは自身の X アカウントの別のツイートで再びガザの状況に対する懸念を表明、イスラエル人の人質については一切言及せずに即時停戦を求めた。ではガルガドットはこの件について何と言っているんだろうか。予想通りガルは複雑な職業上の状況に身を置いており、そのためゼグラーの立場に直接言及することを避けている。2人の間の緊張は白雪姫のプロモーションに関連した共同インタビューやイベント中に明らかになっており、ガルがゼグラーと一定の距離を保ち最小限のやり取りしかせず、彼女の政治的発言に反応したり認めたりすることを控えていることが目立つ。ということでね、まあ共演者のガルガドットに関しては、まあ、ゼグラーの発言に対してはね、あれこれ言うことはなく、
距離を置いているんじゃないかというようなことですね。もうプロモーションとしては最悪でしょ。これからね、本格的なプロモーションが始まるというのに、今回の一件でですね、もう完全に政治的にはね、二人は敵対するということが改めて明らかになってしまったわけですね。子供たちからかっこよく見られたいというためだけに、実際に戦争を経験した共演者の首を狙うなんて本当に情けない。まあ、ガルガドットはイスラエルの兵役を経験してますからね。この1億2000万回の視聴はガルのおかげです。彼らはあなたと一緒に笑っているのではなく、あなたを笑っているんです。ガルガドットはレイチェル・ゼグラーのルックスに嫉妬する世界を想像するのは難しい。この映画でファンを引きつけるのはジョーだけだよ。あなたは DEI で雇われた人間で、演技は全然できないし、40代で4人の子供がいるガルガドットの4分の1の美しさにも及ばない。まあ、ゼグラーさん、歌はねいいんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。ということでですね、まあこちらのね、リプ欄には、まあガルガドットもガルガドットでね、かなり批判というのがあるんですが、少なくともですね、ここには、あんたよりガルガドットの方がいいよというような意見がずらっと並んでいるというような感じになっていますね。はい、ということで本日はですね、実写版白雪姫主演女優レイチェル・ゼグラーが、またしても炎上しているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。まあちょっとですね、この発言をするには場所とタイミングが最悪でしたね。まあ少なくともあの並びでする発言じゃなかったなというようには思いますね。いやもうとにかくね、政治的な発言だけはしなければいいんじゃないかなと思いますが、もう1分しか耐えられないんですね。まあ当然あれ入力してる時間があるんで30秒ぐらいですか。もうちょっとね、頑張って耐えればよかったんじゃないかなと思いますが、皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。